12月8日、国土交通省が募集している土砂災害防止作文の部で、笹山中学校1年生の山崎しほりさんが、愛媛県砂防協会会長賞を受賞し、このほど笹山小中学校で賞状伝達式が行われました。山崎さんは、授業の防災学習会で学んだことと、6月に行った防災学習中に、緊急地震速報が流れ、みんなで協力して行った炊き出し訓練の経験をもとに、みんなで協力して命をつなごうという作品タイトルで作文を書き上げました。笹名地域は土石流とかがすごい流れやすくて土砂災害が起こりやすい地域なので笹山を守るためにこれからどうしたらいいのかを考えたりたくさんの資料とかで調べたりしていて笹名のことをもっと知ってもらってもっと土砂災害とかの予防とかができたらいいなと思います。今回受賞した作品は愛媛県のホームページでも公開されています。ぜひご覧ください。